紀共同衣川館は、現在の岩手県西岩井郡平泉町交館にあったとされる、欧州藤原市の館である、源義経の最後の場所として知られる。高館義経堂、方岩館とも呼ばれる。中村寺表参道入り口から、東南東に約500メートル、北上川左岸の丘陵にあり、もともと藤原元成の館であったとされる。 アズ鏡によれば、義経主従は、文治5年うるう4月30日、再三にわたる、源の頼朝の要求に屈した、藤原康平に襲撃され、妻、娘と共に自害した。伝承や、義経ツなどの物語によると、老頭の武蔵坊弁慶も官の前で敵兵と退治するも、体に無数の矢を受け立ったまま絶命、ちょい、弁慶の立往生を遂げた。 館の後には、天那三年に、仙台藩藩主、伊達津名村により、跡地に、吉爪堂と吉爪の木造が建立された。以降、高立吉爪堂、を、方眼館などと呼ばれるようになる。元禄国年5月13日には、松尾芭蕉が来訪、夏草や、平友が夢の後で知られる句を読んでいる。二千十四年三月十八日、奥の細道の風景地として、 国の名称に指定された。近年の発掘調査等により、欧州市衣川7日市場の接待館遺跡が衣川館であるとする説がある。ありがとうございます。